ヤシガニ。ヤシガニ、ヤシカニバーゲスラトロは、エビメ、十脚メやドカリシタメ、オカヤドカリカに分類される、甲殻類の一種。陸生甲殻類のみならず陸上生活をする、節足動物全体から見ても最大種である。日本では、ヤシガニの、その名前や言い伝えから、ヤシの木に登り、ヤシの実を落として食べるカニとしての、イメージが定着している。実際には、 ヤシガニの食性は口に入るものなら、腐敗した死肉でも食べる雑食性で、必ずしもその主食にヤシの実があるわけではない。ヤシの実を食すことは確かだが、実を切り落とすために木に登る習性も確認されておらず、蒸気のイメージは口述伝承から生まれた誤解である食事参照。ヤシガニは強力な、ハサミ足でヤシの実の硬い繊維も切り裂くことができる。 銀食器や鍋などキラキラとしたものを持ち去ることから、英語ではロバークラブ、泥棒家にあるいはポンシーフ、ヤシュ泥棒などと呼ばれることもある。若いヤシュガには貝殻の中にその身を隠すこともある。生息域がインド洋の最西端からミクロネシアまで広がっているため、様々な名前で知られており、グアムではアユユと呼ばれ、その他の地域ではウンガ、カビュトウと呼ばれることがある。 生息する地域により、様々な色をしており、明るい紫色から茶色まである。名前の通りカニに似るが、ヤドカリの仲間である。オスは、メスより大きく体長は40センチメートルを超え、足を広げると1メートル以上にもなり、4キログラム以上に成長する。高足ガニには及ばないものの、最大級の大きさである。ヤシガニの体は、 大きく分けると東京部と腹部に分けることができ、銃の死を持つ。二本の前足は巨大なハサミになっている。沖縄チュラシマ財団の研究グループが2016年11月に国際学術雑誌、プロワンに掲載した研究成果によると、ヤシガニ29個体を調べたところ、ヤシガニのハサミの挟む力は体重の約90倍であることが分かった。これを海外で見つかった。 最大級の体重4ラムクラスの個体に当てはめると3 3 7ラム、f となり、甲殻類最強でライオンの噛む力約3 0 0ラム f にも匹敵する。前足の次に並んでいる3体の死は小さなハサミになっており、陸上歩行に適した形になっており、食べ物を扱うこともできる。最後の1体は非常に小さく歩行ではなくエラの掃除に使われる。 この死は折りたたまれて、エラ室の中に入っているため、外部からは見えない。垂直にヤシの木を登ることもでき、沖縄においてよく目撃されるのはアダンの木に登ることである。木に登るときも降りるときも頭を上に向けている。腹部は普段は東京部下側に曲げて折りたたむ形で行動する。腹部にあるエラ室は水分を溜め込むことに非常に適しており、これによりヤシガニは 多湿な環境であれば空気中の水分をエラ室に取り込むことによりエラで十分に呼吸することができる。水中ではエラ室とエラが水分で飽和してしまうため呼吸することができない。このためヤシガニは湿度が高ければ陸上で長時間活動できるが水中では長時間活動できないという陸上生活に特化した甲殻類である。ヤシガニは ヤドカリの仲間ではあるが、その大きさのため生体は体に見合う大きさの貝殻を見つけることは困難である。若いヤシガニはカタツムリの殻などを用い、成長するにつれてヤシの実などを使うこともある。他のヤドカリとは違い、生体は腹部がキチン室や石灰室で覆われ、硬くカニのようにを体の下に隠すことで身を守る。 腹部が硬い物質で覆われていることで、地上で暮らすことによる水分の蒸発を防ぐ。定期的に腹部を脱皮する必要があり、再び腹部が硬くなるまでは30日ほどかかり、この間は体に水分を十分に保つことができない。ため、水分の豊富な環境に身を隠す。ヤシガニは、ほぼ完全な陸上性で、成長すると産卵時を除いて、水に入ることはない。 水分が多く湿度の高い場所の岩の割れ目や地下に、ハサミを使って掘った穴をすみかとし、日中は天敵と直射日光を避けるために割れ目や穴の中に隠れており、雨や霧の日でない限り外に出ることを避ける。ただし、生息数が多い地域では、日中にも食べ物を探しに現れることもある。巣の中で休んでいる時は、入り口をハサミで塞ぎ、巣の中の環境を、 特に湿度を一定に保つようにする。ヤシガニはほぼ陸上生活に適応しているため、海岸線から6キロメートル以上も離れたところで発見されたこともある。寿命は50年程度と考えられている。ヤシガニは主にヤシの実の胚乳であるコプラやイチジクなどの果物を食べるが、雑食性で口に入れられるものなら何でも食べる。沖縄の先島では、 熟したアダンの実をバラバラにして食べる。早腐った果物、亀の卵、動物の死骸も食べる。丘やドカリ同様、ともぐいもある。現在は行っていない養殖場での経験では脱皮するヤシガニを他のヤシガニが攻撃するという。必要なカルシウムなどは他の動物の殻を食べることで補っていると推測される。 生まれて間もないウミガメの子供のように逃げ足が遅い、ものも対象であり、2017年には生きた海鳥の猫みを襲って食べる様子が報じられている。ヤシガニ同士で食べ物を取り合う場合、手に入れた食べ物はその場で食べずにすに持ち帰って食べる。ヤシガニは食物を得るため、または暑さや天敵を逃れるために木を登る。アダンの木に登っているのはよく目撃される。名の由来の通り、 熟したヤシの実にハサミで穴を開け、中身を食べる。ヤシの実を食べているのを目撃した人の中には、木に登って、実を切り落とし、地上に落ちたところを食べると考えた人もいる。しかし、ドイツ人の科学者ホルゲルランプフによると、ヤシガニは、木の上でヤシの実を食べようとして、偶然切り落としてしまうだけであり、そのような知性はないとする。ヤシガニは5月から9月の間に、 陸上で頻繁に交尾を繰り返す。7月と8月に繁殖はピークを迎える。オスとメスは交尾のためにもみ合い、オスはメスを仰向けにして交尾を行う。すべての行為は15分ほどかかる。交尾後間もなく、メスは自分の腹部の裏側に卵を産みつける。メスは数ヶ月間卵を抱えたまま生活し、10月か11月の満潮時波打ち剤に受水し、 孵化したゾエアと呼ばれる妖精を一斉に放出する。妖精は28日ほど海中を漂うが、その間に大部分は他の動物に捕食される。その後海底に降りて、他のヤドカリの仲間と同様に貝殻を背負って、さらに28日ほど成長を続けながら、海岸を目指す。上陸後は、水中で生活できる機能を全てを失う。 上陸後も校長が1センチメートル程度になるまでは、他のヤドカリの仲間と同様に貝殻を背負って生活し、幼体期を終えると、腹部の外皮が角質化し、貝殻が必要なくなる。繁殖ができるようになるまでには4年から8年かかるとされ、甲殻類の中では例外的に長い期間である。ヤシガニはインド洋と西太平洋に生息している。インド洋ではクリスマス島が、 最も保護されたヤシガニの生態系を維持しており、セーシェル共和国の島々、アルダブラ、グロリウス、アストーブ、アサンプション、コスモレドに生息している。西太平洋のクック諸島のプカプカ、スワロー、マンガイア、タクテア、マウケ、アティーブ、それにパルマーストン等の島にも生息している。生息域には、ところどころに大きな空白部分があり、例えば、 ボルネオ島やインドネシアの大部分、ニューギニア、セイシセル諸島でも、本島の前島などには、島の住人によってヤシワニが食べ尽くされた結果、生息していない。生態は、水中で長時間生存できず、泳いで海を渡れないため、養生体として、海に漂う間に、他の島々にたどり着いたとされている。しかし、十八日間の養成期の間に、すべての島に到達することは、 不可能であると考える人もおり、恐竜物に乗って他の島にたどり着いたのではないかとする人もいる。日本でも沖縄、宮古、八重山の各諸島にも生息する。近年では沖縄本島で絶滅したとされていたが、2006年から2010年まで国営沖縄記念公園で行われた調査では生息が確認され、推定生息数は754匹とされた。 観光開発が気少動物の生息域を守った皮肉な事例である。小笠原諸島でも稀に見つかることがあるが繁殖はしていないと考えられている。人間による捕殺や道路整備による歴殺により生息数が急激に減少しているため、レッドデータブック絶滅危惧 E 類に分類されているが、近年の沖縄食ブームにより食用目的の乱獲が続いている。 国家レベルの絶滅危惧種でありながら、乱獲の統制がほぼ全く行われていない稀な種でもある。地方自治体レベルでは、沖縄県タラマ村でヤシガニの乱獲を防ぐことを目的としたタラマ村ヤシガニ、幕岸保護条例が制定されており、繁殖期の捕殺について罰則付きで禁じている。2013年9月27日宮古島ヤシガニ保護推進協議会は、 地域と期間を定めて、ヤシガニの捕獲を禁止した。太平洋の島々では高級食材の一種で、海春薬であるとされている。メスの卵と腹部の脂肪分は特に重宝されている。ロブスターのように茹でたり蒸したりして食べる。島によって、調理法は様々で、ココナッツミルクで茹でる地域もある。日本では、沖縄県の一部地域でヤシガニを食べる習慣がある。 沖縄の宮古島では、ヤシガニを夏に捕らえて茹でて食べる。ヤシガニそのものに毒性はないが、ヤシガニが食べたものによっては毒を蓄えることがあり、宮古島以南でヤシガニにより中毒した例が報告されている。中毒症状は嘔吐、吐き気、手足のしびれなど、死亡例もある。そのため、素人が野生種を捕まえて自ら調理することは大変危険である。 毒は、沖縄にも自生する樹木、ハスノハギリハーノンデアニムファフォーリアの果実に由来すると考えられており、一部のヤシガニだけが毒を持つか説明がつく。ヤシガニは腐敗物、死肉、時には人間の出した生ゴミまで食べている食生から、体内に有害な病原菌やウイルスを取り込んでいるため、調理したヤシガニの生息環境によっては、 病原性の食中毒を起こすとされている。まだ研究が進んでいないが、ヤシガニの食中毒は、シガテラ毒が原因である、可能性も指摘されている。沖縄では、毒を持ったヤシガニは茹でても赤くならないという迷信がある。料理店では、赤くならないヤシガニを廃棄するため安全だと説明している。しかし赤く変色するヤシガニが安全であるという。 科学的根拠はない。甲殻類を加熱すると赤くなるのは甲羅に含まれる。カロチノイド形式素のアスタキサンチンの反応で、毒の有無とは関連性がなく、毒を持っていても茹でれば赤くなる。十分に成長していないヤシガニはペットとして飼うこともできるが、ハサミの力がとても強力なため、檻を壊して逃げ出さないように注意が必要である。 狭いところに潜る力も強く、よく逃げ出す。熟したパパイヤが最も良い食料であるが、雑食であるので柔らかいものは何でも食べる。もともと南国の動物なので、気温が低くなる。寒い時期のある地域では飼育はできない。気温が高い環境であっても、湿度の低い環境では、呼吸が困難になるため、生存できない。生息している。 熱帯地域以外でこの高温多湿環境を維持することは難しく、水中生活型の海生生物よりも容易するべき、飼育環境の維持が難しい。飼育環境下では、ヤシガニが脱皮の前後に必要な環境条件、例えば適切なタイミングでの海水の給水や、湿度の高い深い巣穴の中での待機といった行動を、 満足させるような環境を用意することは著しく、何であり、多くの場合脱皮時期が巡ってきた時に死ぬことが多い。沖縄の飼育場での経験でも、その時にとも食いするという。生態になるまでに非常に長い年月がかかる。現在、日本では、アクアワールド、大洗い、茨城県、鳥羽水族館、三重県、すさみ町立エビとかにの水族館、和歌山県、 チュラウミ水族館、沖縄県で飼育されているほか、玉動物公園で飼育されたことがある。個人での飼育では、先島で捕獲したヤシワニを本土で半年養った記録がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。